というか、そんな風に落ちたな、落ちたよ。もう体もさ、ガリッガリになっちゃってさ、皮膚とかボロボロになってんだよ。内臓が悪いと皮膚に現れるって言うでしょう、まさにそれ。だから最近ちょっとカメラあんまりやらない。ひどいんだ、もうマジで。家賃安くしてもらってるのいろいろお金かかる。いやいや、だから生活そういうのにその、ただで暮らしていけるわけじゃないよっていう話、別に。たくみさんこんにちは。シスさんが言ってたコロナのワクチンは売り、これが正解。俺もそう思う。でも実際、まあそう思うっていうか、実際今のところの動きはそういう感じだね。まあちょっとまだワクチンの方は分かんないところあるけどさ、実際そういう動きとしてはな、コロナでさ、もう経済ボロボロだって思わせといて無限上げたもんね。一時期お腹出てたけど今は出てないんですか？お腹が出てたのはまだその実家にいた時だ。もう全然へこへこだよ、この前耳鼻科行った時体重測って49キロ。まあこれ以上でもね下がらないと思う。下がりようはないもん。体重計配信、いや体重計持ってない。だからさ、クリさんにも言われたけどさ、今日ピンには誰かがついてやっとらんとあかんやないかって、ええ人おらんのかって。おるわけないが。封印を解くね、書類はもうね手元にあるんだ。あとはサインをしてハンコを押して送り返すだけ。昨日裏で大勝負してた渡辺さんって誰ですか？正官って渡辺さんって。とりあえず月曜日だな。勝たないとな。相当無茶しないとまくれないよな。まくれなくてもいいから400万ぐらい取るわよ。どうしたらな今月。